プラグアンドプレイの特徴でもある海外の企業さんがやはり多くいらっしゃるので、海外の企業さんと一緒に今案件を結構進められているっていうのがあって、それがやはり面白いと思いました。スタートアップの皆さんと深い付き合いができるようになってきたなっていうのと、バッチゼロのスタートアップと何かやってみようとか、そういうのも生まれてきているので、少しずつ前に進んできたかなっていう思いがあります。We have been through the Sunnyvale batch. We have seen the expo there. I think this is at least 3 times bigger than the Sunnyvale. Kudos to you guys. You were able to bring in so many influential partners. And through you guys, we have already started the conversation with some customers and partners and even some of the investors. 実際我々はですね、フィンテックのバーティカルに含まれていない会社さんともお話しさせていただく機会もあってですね、そういった意味でこうかなり広く、フィンテックという括りではなくても我々のビジネスに関係が、ポテンシャルにある会社さんとしっかりこうビジネスの話ができてよかったかなと思っております。 In the fintech vertical, but we've had a chance to meet insurtech companies, IoT companies, mobility,and we have a number of initiatives that we're moving ahead. So far, so good. チーム一丸で今回このプログラムを最優先で置いてきたので、実は今日の朝までみんな寝れない状況でこう資料を作ったりとかしてたんですけれども、本当にそれが実って、チームの一員も少しは報われたかなと思って、それは本当に良かったと思います。さっきまでプレゼンしてたので、まだちょっと信じられないですね。なんかとにかくありがたいというのと、本当かなっていうのが、はい、という気持ちです。会社として、かなり力を入れてやりましたので、その成果を出すことができたという形では非常に嬉しく思っています。具体的なものも出てきたという形なので、気を緩めず頑張っていこうと思っています。バッチを追うごとにですね、集まっていただくスタートアップの方々もレベルがどんどん上がっているなというのを感じまして、こちらも負けてらんないなと頑張りました。貴重なこういった場でまずピッチさせていただいて、自社サービスをプレゼンさせていただくだけでもかなり光栄なんですが、こういった賞まで受賞いただいて、バックアップしていただいたプラグアンドプレイの皆様にもですし、クライアントのパートナー企業の皆様にも大変感謝しております。ありがとうございます。嬉しいです。参加されるパートナー企業の方々がみんな本当にこうスタートアップとイノベーションを起こすっていうことに対してすごい真摯に取り組まれていて、そこのこう基本姿勢みたいなのが違うので、すごく有意義な話がさせていただけたなと、そういう気持ちです。プラグ&プレイさんのサポートもあり、かつ一緒に我々とやっていきたいなと思っていただけるスタートアップさんがいたっていうことが、とても大きな力になって、こういうふうな結果に結びついたと思ってます。スタートアップの皆さんに評価していただいた賞ということで、何よりも嬉しく思います。スタートアップをサポートしていくというのをモットーに我々やってますので、この賞を励みに今後も頑張っていきたいと思ってます。We cherish a lot the relationship that we can develop with startups. We are a large corporate. We know that we are sometimes hard, very demanding with the startups, but we try hard to be respectful, try to be also humble and agile in the way we interact with the startups. 日本の企業がそのロングリストの段階から増えているなというのは非常に感じました。プラグアンドプレイの日本におけるプレゼンスというのも高まってきているのかなと、今後ますます日本のスタートアップが出てくることを楽しみにしています。3ヶ月で4社と具体的に話が進み始めているってところは、普通だとなかなかできないなというのを思うので、濃厚でかつすごい有意義な期間を、プログラムをありがとうございました。もともと海外展開の土台を作るっていう目的で参加させていただいたので、僕が1行ったら10ぐらい返してくれるようなフォローアップがものすごく感動しました。